ホークウィンドはイングランドのスペースロックバンドデイブブロックを中心に結成し1970年にデビュー時代によってサイケデリックロックプログレッシブロックハードロックなどを内包しながら50年以上にわたり活動レミー・キル・ミスターがモーターヘッド結成前に在籍していたことでも知られる創設者デイブブロック2009年イングランドのノッティングヒルで活動していた バンド、ホークウィンドズーが前進。バンド名を、ホークウィンドに短縮し、1969年に、レーベル、ユナイテッドアーティスツと契約して、1970年に、セルフタイトルのアルバム、ホークウィンドでデビュー。その後、ヌードダンサーのステーシアが、ライブにおける、サポートメンバーとして加わった。百七十二年に、レミーが加入し、シングル、シルバーマシーンが、 全英3位のヒットとなった。アルバム、ホール・オブ・ザ・マウンテング・リルが加入。続くアルバム、絶対絶命。1975年は、SF 作家、マイケル・ムア・コックからの影響で、より壮大な世界観を築いた。同時期に、レミー作曲の、モーター・ヘッドが、シングルの B 面曲として発表された。しかし、その後レミーはバンドを解雇される。バンドは、カリスマレコードに移籍して、 活動を続けるが、1978年、一時的に活動休止。デイブ・ブロックは、フォークローズ名義で、アルバム25年間から25イヤーズオンを発表。サイモンハウスは、デビッド・ボーイのバックバンドに加入した。1979年、デイブ・ブロックを中心に活動再開。一方、ニック・ターナーはバンドを離れ、1978年にソロ活動を開始。 1980年発表のアルバム、宇宙 UA レビテーションには、ジンジャー・ベイカーが参加した。ホークウィンドのファンの一部は英国で、クラスティーと呼ばれ、アメリカのグレートフルデッドのファンと、同様、ヒッピー的な価値観や、生活様式で知られている。クラスティーの好みのバンドは、ホークウィンドの他に、マジック・マッシュルーム・バンドやオズリック・テンタクルズ、ニュー・モデル・アーミーなどがいる。 2011年の初来日が東日本大震災の影響によりキャンセルとなったが仕切り直した2015年4月に来日公演を果たした2019年に50周年を迎え記念のツアーを開催大物ゲストとしてブロックの友人であるエリック・クラプトンやフィル・ギャンベルがライブに客演しているその後も創設者デーブ・ブロックのもと メンバーチェンジやレーベルの遺跡を繰り返しながら、現在に至るまで活動を続けている、イングランドドニントン公演2020年1月、時点創設者の一人、ニック・ターナー1974年躍進時代のメンバーだった、レミー2005年、ありがとうございます。